こちらが朝食メニューで、なんと全てにノンアルコールビール付き。これがすごいです。おはようございます。富樫日の動画を見ていただきましてありがとうございます。今日は2021年1月18日月曜日の朝でございます。今いるのはですね、東京渋谷区の渋谷駅でございます。今第2回目の緊急事態宣言中なんですけども、それでね、飲食店が夜どうしても早く終わらなきゃいけないじゃないですか。だけど逆に朝早くからですね、飲食店で定食などが食べれたりすることもありますので、ちょっと今日は行ってみたいと思います。渋谷で24時間営業でやっている居酒屋さんでおなじみの山賀さんの朝ごはん定食です。本物の料理が見本となっておりました。ステーキの朝食を食べようと思ってきたんですが、肉豆腐を見たら肉豆腐を注文することにしました。こちらのメニューは居酒屋メニューとなっておりまして、こちらのメニューも頼むことはできるんですけども、残念ながらお酒の提供は11時からとのことです。さあ、それではノンアルコールビールを飲んでいきたいと思います。全ての朝定食にノンアルコールビールがついている、これは新しい企画で面白いなぁと思いました。朝いいね、ノンアルコールビール。ちゃんと仕切られてる。仕切りがあってコロナ対策もされております。出てきた料理がこちらでございます。肉豆腐、それから小鉢が何種類かありました。ご飯、味噌汁、こちらも小鉢で、お漬物です。で、この小鉢がついているものはいつも状況によって違うようでございます。ノンアルコールビールを継ぎ足しまして、これで完璧ですね。食べる準備が完成されました。さあ、食べていきたいと思います。まずは肉豆腐の豆腐から。朝これは優しい感じでいいじゃないですか。豆腐が美味しいんです。ご飯の上にポンポンポンと汁を落としまして食べていきたいと思います。この汁の落ちた部分のご飯、これがまた美味しいわけでございます。続いて味噌汁飲んでいきましょう。なんだか本当にザ朝食という感じの朝ごはんでいいじゃないですが、これを渋谷の居酒屋さんで食べれると嬉しくなってきます。この味噌汁にもご飯がよく合いまして、ご飯が進みます。で、これはですね、夜お酒を飲みながらだったら最高なんですけども、なんかつぶ貝のわさび合いみたいな感じでした。これはビールがよく合います。ビールといってもノンアルコールビールなんだけど十分です。で、お肉を食べていきましょう。お肉もポンポンポンとタレの部分をご飯に落としまして食べていきたいと思います。タレではなくて汁かもしれません。これも汁が落ちた部分のご飯が進みます。グッドポーズして、唐辛子 TV だけに唐辛子をかけていきたいと思います。もっとも唐辛子 TV じゃなくても唐辛子かけるかもしれませんが、唐辛子を食べたいと思います。で、こちらの小鉢に入っていた鶏肉大好きなんで、これも美味しかった。これでご飯も進むし、お酒も進みます。ただ正直言えばノンアルコールビールだとちょっと寂しいかなというところは正直あります。でもご飯を十分美味しく食べれるので、これはこれでいいかなと思います。漬物も食べていきたいと思います。漬物も大きいね。人参が大きくていいじゃないですか。これもいただいていくと口の中でゴロゴロと噛み締められる感じで、味もしっかり染み込んでいて美味しかったです。ビールで流し込みたいと思います。タケノコもやっぱりいいですよね。こういう煮物は最高です。いやー、美味しかった。この食感がいい感じで、ちょっと食べかけを移してしまって大変恐縮なんですけども、この豆腐にお肉を乗せて、三つ葉を乗せて一緒に食べていきたいと思います。三つ葉なのか貝割れなのかいつも迷ってしまうんですが、まあその辺は間違っていてもお手柔らかに見ていただけると嬉しいです。いっぺんに食べるとまたこれ美味しいわけでございます。ご飯も食べていきましょう。もうとにかくこの繰り返しだけど、これが最高です。このご飯をビールで、ノンアルコールビールで流し込むっていうのがいいね。今言ってたのはご飯をビールで流し込むっていうのがいいねというふうに言っておりました。グッドポーズしまして、今回は肉豆腐をいただきましたが、次回はステーキ食べたいなと思います。ということで、今回は普通の時だったら24時間営業で渋谷でやっている居酒屋さん山賀さんで朝ごはんメニューを食べた時の動画でした。どうもありがとうございました。今日はこちらを食べました。肉豆腐、いやー、うまかった。はい、どうもごちそうさまでした。美味しかった。で、やっぱりね、ああいう感じの雰囲気のお店に行くとどうしてもお酒飲みたくなっちゃいます。ただ今緊急事態宣言中で11時からしかお酒出せないので、まあ、なかったんですけども、それでもですね、すごい良かったですね。美味しかったです。今行ったのが支店で、こっちが本店ということになるのかな。いやいや、良かった。本当に美味しかったですね。
また来たいと思います。ていうかね、とにかくいろんなものがあって、あれはハマりそうですね。でね、朝ごはんを食べながら、まあ、ノンアルコールビールとはいえですね、ああいう系の飲むの飲んだの初めてなんですけど、まあまあ合いますよ、合います。だから多分あれがね、ビールでも多分めちゃくちゃ合うんだと思う。あれは美味しいですね。ビールと定食の組み合わせっていうのは最高です。いや、朝からあれ飲めたら幸せですね。うん、じゃあこれで終わりたいと思います。どうもごちそうさまでした。ということでね、緊急事態宣言中で飲食店早く終わらなきゃいけなくなっちゃったけども、逆に朝、ね、お酒が出せない時間でも朝からノンアルコールビール付きの朝ごはんを出しているというのがまたなんかね、いいなと思いましたね。意気がありますね。ということでこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。ということで朝の渋谷中央街ということになっております。じゃあこの先がバスです。何の話だろうね。これで終わります。ありがとうございました。